人工衛星が撮影した低地諸国地方ネーデルラントは低地の国々を意味し、現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルクの3カ国にあたる低地地域内に存在した諸法軍を表す歴史学用語。カナ表現のオランダはオランダ北部のホラント州に由来する。ハンザ同盟の頃からフランドルを中心に商業が発展し、西ヨーロッパの先進地域だった。 14世紀後半、ブルゴーニュ公国領としてこの地域は政治的に統合され、15世紀後半にはハプスブルク家が継承した。16世紀中期から17世紀中期までのネーデルランド・ハプスブルク家がオーストリア系、スペイン系に分かれると、ネーデルラントはスペイン・ハプスブルク家が支配した。宗教改革以降、プロテスタントの勢力がカトリック国スペインの支配に、 抵抗し、ネーデルラントの北部7州は80年戦争を経て、1648年にベスト・ファーレン条約によって、スペイン・ハプスブルク家の支配から独立した。北部7州は、連邦制、共和制、フランスの支配を経て、オラニエ・ナッサウ家を王家とする現在のネーデルラント王国に至る。一方の南ネーデルラントは、スペイン・ハプスブルク家の支配下に止まるものの、 フランス王国との継承地となり、ネーデルラント連邦共和国も巻き込んでネーデルラント継承戦争が起こされた。スペイン継承戦争後は、オーストリアハプスブルク継領となるが、フランス革命戦争後に、フランスが併合した。1815年のウィーン条約ではネーデルラント連合王国に編入されるが、オランダ人の支配を嫌い、1830年に、 ベルギー独立革命が始まり、翌年、イギリスなどの承認により、ドイツ貴族ザクセ戦コーブルク号家のレオポルド一世を国王とする立憲君主国、ベルギー王国が成立した。ネーデルラント王国は1839年にベルギーの独立を承認した。1890年には、ルクセンブルク大公国がネーデルラント王国との同君連合を解消して、独立した。 ありがとうございます。